ドット絵が。これ、毎回会議的な、になるんだよね。なんか、ポケットモンスターは友達なんじゃとか言うけどさ、完全にこれ給料も払わずに絶対に奴隷のように扱ってるよな。ゴーリキーに運ばせる？ほら、11。お家の中も素敵でしょ？お家の片付けは引っ越し屋さんのポケモンが手伝ってくれるから楽ちんね。今日が泣いてるじゃねえか。泣いてるやん。これ都合のように都合のいいように解釈してるだけじゃないの、人間が。俺には泣き声に聞こえるんだけど、もうやめてください。苦しいです。そういうわけじゃないのかな？ギャオギャオ。お疲れ様、引っ越し屋さん。うわうわ、ほら、泣いてるじゃねえか。絶対泣いてるって。引っ越し屋さんじゃねえし、ゴーリキーだし。11も2階にある自分の部屋に行ってごらん。パパが引っ越しのお祝いに買ってくれた時計があるから。そうそう、助けてくれた俺にさっきのポケモン私から君へのプレゼントでしょ。お前、ガクトみたいなこと言わねえでくれよ。俺なかなか、うんって首を縦に触れないんだけど、そんな簡単にもらっていいの？もらってその場で名前つけられる水頃の気持ちになったことある？まあ、つけますけど。何しようかな。なんか今日化粧濃くね？相手。ねえ、今日さ、朝なん化粧濃くない？あれ？やっぱ加工されてないとあんなもんか。TikTok で見てるときはもっと可愛かったんだけどね。ちょ、なんか化粧濃いんだけど、こんなもんか。おい、やめろ！よし、やめてくれた。ありがとう。なるよね、OK。じゃあ捕まえるわ。なんだこいつ、日焼けに注意しろ、お前。サングラスしたまま、海岸行っただろう。結構アウトドア派、この花。進化する、早っ。強すぎる。